関しては、配送にしてください。質問等なければ、準備完了ボタンを押して待ってください。はい、質問なさそうなんで始めます。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は人狼です。夜が更けました。人狼のか行ってくだおさ願いい。します。お願いします。ちょっとですね、じゃあ進行論言いますわ。あ、好きなようにどうぞまあ、じゅん。やってください。任せますよ。はい。はい。はい。ありがとうございます。大丈夫。俺もすごい進行論言うから。ははひろちゃんは人外進行論言ってんだから、もう人外だってもうわかりやすいんだけど、逆に学習してくれ夜、たら逆の時は無駄なんだけど、まあだけどそれを昨僕夜だけではは言う必誰要、も反死に省ま会とせかんででした。ね、発言朝ターにン目に立っぽく入なりるからま言わす。ないけどね。3番。でのプも、レ俺イヤー一が番分か発りや言すいと思しうんまだけす。ど、今最近の字の3プレイ番ヤーでで。す。占い師、占い師、7番、3、白、7、白、把握お願いします。まあ、そうだな。役への動きは、まあ、盤面が固まり次第言っていこうかなと思ってるかな。んで、村の皆さんは、そうだな。なんか、占い師に適当に触れないでほしいかな。なんか、雑に触れられてしまうと、僕はそこの要素がおかしいなって思ったら、そこは休むって思っちゃうから、まあ、精査つかない場合はつかないでいいから、まあ、占い師にはしっかりとした触れ方をしてほしいかな。雑になんか、フィーリングで偽っぽいとかはやめてほしいかな。僕視点の考察が鈍っちゃうから。そうだな。他に言うことがないかな。まあ、七四郎です。把握お願いします。2周目頑張ります。以上。4番のプレイヤーが発言します。はい。信号論言います。村人陣営は、この回、本当に死ぬと心の底から思い込んでやってください。噛まれる、釣られる、本当に殺される、その前提でやってください。もしくは、勝利条件が生存だと思っていただくだけでも結構です。そんな状況でですね、気軽に騎士が出るとか、霊能が出るとか、そんなのありえないんですよね。考えにくいですよね。真っ先に噛まれちゃうのに。真っ先に汚されちゃうのに。そういう意欲、生きる意欲に乏しいやつは人外です。この信仰を飲んでいただければ、そういうふうにすぐ人外が見えてきます。まあね、もちろんこういうことを、まあ、こんな飲めないって言ったりとかね、まあ私より殴りも当然あると思うんですけれども、私は最後までこの宗教を貫きます。まあね、まあ、飲まないでいい日ですけど、私はその人を人外で言いますよ。で、その宗教で言うと3番さんは偽物です。はい、絶対人外です。私の殴りも当然あると思いますが、まあそれも含めて私もよく聞いておきますし、まあ、村の皆さんもね、よく聞いておいてください。はい。3は偽です。5番のプレイヤーが発言します。村人陣営、しようないです。ユーマさんのね、3番さんはから聞こえなかったんですけど、私だけですかね。何なんだってめっちゃ思いましたね。で、そうですね、進行としては、まあ、殺される気持ちであれ、毎回面白いこと言うなとは思うんですけど、霊能、私が触れて、あれなんかな。私がそうじゃないってことじゃなく、霊能と騎士は出た方がいいと思います。フルオープンが一番強いと思ってます。人外圧迫できると思ってます。で、さんまさんの動きに関しては、死んだとしたら本当に弱い動きをしてるなと思います。せっかく一番の最初に出たなら、潜伏するか、もしくは役についてしっかり触れてほしかった。そうすることで、占い師って本当に勝ち負け握ってると思うから、さんまさん、死んならしっかりしてください。今のところは神明で終えてないし、死んだとしても弱いなって思ってます。ヨマさんに関してはね、本当に思考力が解けないようなら、村にとって邪魔な存在ではあるのかなとは思っております。で、私は、次の時に釣りたいってあげます。6番のプレイヤーが発言します。はい。圧倒的か不可なものマイナスな量村人陣営です。よろしくお願いします。3が占いで7しろね。山さんに関しては、この人は多分発言とかよりも生存意欲出してるか出してないかで、出してないやつって基本人外って言いたい人だと思ってるから、みんなが生存意欲出した時ってどういった考察するのかなって思いましたね、4番さんに関しては。あとは思考ロックするタイプの人なんですかね。もし3死んだ場合って4番さんは多分だいぶ足を引っ張るんだろうなって私は思ってます。5番さんに関しては3は、死んだとしても弱いって発言は失礼だと思いましたね。3番のその位置で所定位置で出てきているからこそ位置的にも弱い。そして役にしっかり触れなかったから、3番さんその位置だと弱いよっていうのはわかるんだけど、ちゃんと言うべきだよっていう、発言自体は正論だと思ったかな、私は。だけど、3番さんが死んだとしても弱いっていう発言はちょっと違うかなと思ってますね。
3番さん、めちゃめちゃグレーコース伸びた場合って5番さんはどういった風に意見を変えるのかなって楽しみにしてます。4番、5番に引っかかる点はありますね。はい。まあ3番なんで対抗出てきてから精査すればいいと私は思ってますよ。ただあなたその1段だから、霊能は1周目で出てきてくださいとか言ってもよかったんじゃない？以上。7番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。自分、占い師です。1番さんランダムしろ、1番さんランダムしろ。ってことで3番さん、あなたも逃がしませんよ。スライド許しません。で、4、5、6に関しては、まあ、どうだろうね。その6番さんの言ってることも正しかったし、まあ、5番さんが言ってる、だから3番さんの1だったら、まあ、霊能者出てほしいっていう発言はあってもよかったんじゃないかっていう発言も、そのなんか、あれか、役職について動いてほしいか。っていう発言も、まあ、まあ、合ってると思ってるから、まあ、5、6は印象いいと思ってる。4番さんの討論に関しては、まあ、それは、やる人はやる人はやっててくれって感じ。で、さっきの村で、俺さっき占い師だったんだけど、パッション精査だけしますって、1周目何もそれだけ言って、2周目で、これとこれとこれ、これ、人狼人狼人狼今日って言ったらたまたま当たって、まあ、俺釣られちゃったんだけど、負けちゃったんだけど、めちゃめちゃ気持ちよかった。1日目の2周目で全部あったんよ。以上。8番のプレイヤーが発言します。はい、ピンちゃんです。よろしくお願いします。村人陣営でした。一人一人触れてきます。まず、3番さんと7番さん、占い師把握です。まだ新目どっちかも終えてないです。まあ、2番さんまで発言聞いてから、はい、にしたいなって思ってます。で、4番さんの生存意欲出すっていうのは、私もいいなって思って、はい、いっぱい生存意欲出していきたいなって思ってます。で、まあ、その7番さんに関して多分役職触れてなかったなって思ったので、まあ3番さんも7番さんも役職次は触れた方がいいのかなって思いました。で、6番さんはみんなに触れて、みんなの意見にきちんと考察してたのでいいなって思いました。以上です。2周目も発言頑張りたいと思います。9番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。今日はね、肩白釣りましょう。うん。みんながやってますよね。肩白釣りましょうって言ってるってことはね、やっていいんです。むしろね、狼がね、狂人がね、囲ってることがあるからね。今日は1番釣りましょう。またはね、3、7行きましょう。占いから行く。これも言ってる人いますよね。ことはいいんですよ。自分が偽だと思う方を釣った方が有利になるじゃないですか、芯が残ってる方が。うん。あとですね、5、8釣りませんよ、今日は。うん。1周目はね。人狼のね、これをね、データを取ってるとね、男性が多いんですよ、人狼って。うん。だからね、5、8は占い1ですよ。白狼みたいなもんですよ、5、8っていうのは。占って考えればいいんですね。うん。なのでね、確率論で考えれば、まあ、片白の1番つってもいいし、2、4、6しか僕の目の中には入ってないですよ。まあ、お金自爆してください。もう時間の無駄です。私は勝ちます。以上です。1番のプレイヤーが発言します。9番、面白いですね。メラビト陣営です。3、7の精査、どうやろうな。まあ、よくわかんないですね。ただまあ、みんな9番白置きするなら今日俺でもいいんじゃないですか。面白い進行ですね、9番さん。でも、一個言っときたいのは、例えば4番5番が言うように、役が潜伏した場合って5番釣りしか飲めなくないですか。だって5番ってもう役ないの探したっすよ。4番はかろうじてまだ救える部分あるけど、5番って私が言っていいのかなって言ったから、少なくとも5番が役で出ることはほとんどないかなと思うし、はい。あと何やろうね。8番は、みんなに触れたら白くなるんだったら、その考えはやばいと思った。あと4番に気になるのは、生存意欲を上げることを、それを士気を高めるって考えてるんだったら、4番が、なんだろう、あとで2番のプレイヤーが発言します。はい、2番です。お願いいたしますっていうところで、まあそうですね、9番さんの、その、肩白から行くっていうその進行っていうのはちょっと気になったかなってところですね。まあそこに関しても一旦流すとして、まあ5番さんに関して言えば、まあこの そのポジションで飛躍を使っている関して、これに関してはまあ印象悪いかなっていうところですね。
いや、これ、あ、いや、やめとこ。うん、二周目話しますって、これ、これに関しては9番さん、ごめんなさい、二周目話します。一番さんなんか自分から言ってもいいとか、そういう、なんか、9番さん白気するんだったらっていうふうに発言が。まあ、一番さん人外だって、それはちょっと取りにくいムーブかなとは思っているんで、まあ、一番さんあっても強人かなっていうふうには現状思っています。3番のプレイヤーが発言します。はい、3番です。よろしくお願いします。役は出てほしいな。まあ、5秒待ちます。5、4、3、2、1。出ない。まあ、じゃあ出ないでっていうことで僕は全員グレーだと思って考察すると、まあ、変な村だなと思ってるかな。9番さんの片白釣りっていうのは、まあ、1番さんの発言を聞いて、1番さんがめちゃくちゃ黒い場合だったら全然ありだと思うよ、僕は。ただ1番さんの発言を聞いてもいないのに9番さんが1を通用する構図がおかしいと思ってるし、ただ1番さんがその9にめちゃくちゃ不当に殴られたことにそこまで9を殴り返さないところが狼っぽくはないかなって1番さん思ったから1では超えてなさそうかな。あと5番さん6番さん僕の1だったら役にもっと触れて、まあ6番さん霊能ぐらいを出せたらいいんじゃないのって言ってたんだが、なんだろうな、役ってまあ僕以外、僕は対抗が占い師で、対抗占い師が偽だってわかるけど、霊能とかの役っていうのは2枚出たら釣り切るし、1枚出た場合はもうその人が死んだから、あんまり僕は役に触れろっていうのがわからないかな。だから5番さん、6番さんの論はあんまりわからなかったし、8番さんが4番さんになんかめちゃくちゃ雑に殴られたんだが、まあ、4番さんは2周目だと思うと思っているが、8番さんが4番さんに同調しているのがわからないかな。超安直に見たら4、8。このくらいしか残せないが。5番さん、6番さんの言ってる論は僕には全然響かなかったかな。ただ1番さんは狼っぽくないと思っている。9番さんは2周目頑張ってください。以上。4番のプレイヤーが発言します。はい、見えました。まあ、圧倒的宗教考察なんだけれども。はい、まあ3は最初言った通り、偽ね。うん、まあ最初に指示をしたものもあるしね。今役をめっちゃ出そうとしてるでしょ。役を出すっていうのは、キスとか霊を出させるってこと。で、ここでキスが一角したら、そのキスの人は噛まれちゃいますよね。そのキスさんの気持ちはどうなるんですか？あなたはキスの人に死ねって言うんですか？はい。人間の気持ち、村側の気持ちは全く考えられていない。もう3は絶対に人外ですか？ありえない。で、グレーの1なんだけどね、5が圧倒的に怪しいよ。5はね、5は当然フルオープンが一番強いって言って、役を透かそうとして、役の位置を知りたがっていた。村の人、これも村のことを考えられていないし、しかもね、最後にこう言ったんだよ。あ、次の人に釣りたい位置を上げますって言ったんだよ。まだ、その時点では、3番と4番しか発言してなかったにも関わらず、次に釣りたい位置を言いますって。なんかおかしくないですか？これって。これも失言だと思ってますね。あとは9番だね。9番はなんかもう、片白釣りの進行からっていうか、ちょっと突飛な発言をしたよね。まあちょっとリスキーな選択というか、そんなものをね、なんか大手振って提唱できるっていうのはね、なんかもう死の怖くないな。そういう風に感じるのかなって思っちゃったから。うん。もう、くしくもさ、白をもらってる人間をさ、釣るってことはさ、それだけ村が敗北に近づくってことなんだからさ、それは怖くなかったのかなって思った。うん。だから まあその宗教抵抗としていけば、まあ3は偽で、5、9が人外。まあちょっと、狼って、狂人の内訳はちょっと微妙だけれども、359で私は提出するよ。うん。これが私の宗教です。笑うなら笑ってほしい。今日は、どうしよう、5か9。5番のプレイヤーが発言します。はは、面白い。笑ってきました。4番さんにアンサーしておくと、私があげようと思ったのは、一番最初に釣りを上げるための進行論です。私が釣りたいと思ってるのは完全にグレーです。白い黒い関わらず発言が伸びてない人が一番の釣り位置だと思っております。なので私は一周目聞いた時点では釣り位置は圧倒的8番さんだなと思ってます。誰からのヘイトも買わずに、いいと思います。でされると最後まで残ったところでそれ結局どうするつもりですか？そいつどう見るんですかって結局精査ができないので、一番最初初日釣りミスってもいけるのは8番さんから釣っていくべきだと思います。で3番さんで変だなって思ったのは、4、8で見たところ、じゃああなた対抗7番さん強人で見てるんですか？あ、そっか、白とか、ごめんなさい。そうだな。あと何言おうと思ったんだっけ。4番さんの思考めちゃくちゃ嫌いかもしれない。普通にガチで村なら本当に邪魔してる。これが強人とかなら全然うまいからいいと思うんだけど、いいと思うんだけど、騎士と
霊能は絶対出た方がいい。霊能が潜伏してるのはマジで分かんないし、騎士って、ああ、どうも、騎士ってマジで二グッジョブを起こせないと生きてる意味ないのよ。いや、そらさ、生きてるためのゲーム一人でしてるんだったら勝手にしてほしいんだけど、騎士マジで二グッジョブを起こせないと縄は起きないし、結果白くなって噛まれても乗っ取り怖いし、占っても無駄だしってところで騎士は絶対出た方がいいの。これ本当にそう。だから私はスーも言ってるし、一周目の時点で出た方が強いって絶対に思ってるから信仰として言ってるんだけど。伝わんないかな？うん、さんまさんにもそれは言っておくわ。で、一番村っぽいなって思ったのは1番さんかな。釣り位置としては8番さんです。6番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。一つだけ問います。9番さんの対抗っていないですか？霊能者の方。9番に近くでいいね。俺、9番さん強人だと思ったんだ。なんだその配置。ん？ 8 番霊能？いや、俺だよ、騎士。え、はいってことは8番さんが霊能？ 9 番さんは俺の対抗？どっち？俺9番めちゃめちゃ強靭だと思ったんだよ。片白釣りとか言っちゃってるでしょ、7番1番って。9目線って3が7白だから3番の狼分かっていて、7番って限りなく死んだから1番白でしょ。どっち釣っても村なんだよ。そういった発言してるのに5番って8番にヘイト向けてるし、8番っていうのはちゃんと3番7番に対してそこは行った方がいいんじゃない、次の時はちゃんと行ってねっていう占い師の触れ方もしているし、雑かもしんないけど6番はちゃんと触れていた、4番に対してはこう、5番に対してはこうって精査してるのに、9番みたいな発言もちゃんと精査しないのに、鶴の8番一択でしょって言ってる5番が一番黒いかなと思いましたね。はい。9番さんは何者ですか？これ9番騎士だった場合って、もう占い追加以降、間違いなく3番から行くよ。申し訳ないけど。はい。ってことぐらいですかね。で、1番さんっていうのはその時点で9収録を受けるならっていう話をしてたでしょ。だから強人名もないと思ったんだよ。旧強人の方が強いなと思ったかな。それぐらいですね。だから俺7神だから1は村。で、9番さんは何なのあなたはって感じですかね。私の対抗ですか霊能ですか村ったらですか村さんだった場合9番釣りに行きます、私は。はい。あなたが人外だと私は思いました。時点で5番。はい。黒を通しに行くなら9じゃなくて5でもいいです。俺は5番さんが黒だと思います。以上。7番のプレイヤーが発言します。はい。よろしくお願いします。まあね、俺は5番ちゃんと8番ちゃんの味方だから。まあ、ぶっちゃけ言うと、3番さんと9番さんと5番さん、この3人人外なんじゃないかなって現状思ってます。はい。まあ、212の、まあ、普通の進行論としては、まあ、占い室って騎士の黒すごいでしょう。まあ、それもいいけど、まあいいや。それは8番さんの進行論に任せるわ。9番さんつってもいいと思うけどね、俺は。9番さんがもしそれ本当に騎士でやってたら、さすがに一周目あぐらかきすぎだと思ってるよ。それは9番さんの落ち度でもあると思ってる。だからこれからそういうことする、騎士でそういうことするならやめた方がいいとだけ言っとくわ。新騎士ならね。新コロに関しては8番ちゃんに任せるけど、別に9つって、6進新切り進行でもいいし、まあ安牌に、あの212番面だから占いから行って、クロス護衛でもいいから、その新コロに関しては任せるわ。まあ俺的には3、9、5は人外だと思ってる。3人揃ってハッピーセット。はい、以上。8番。のプレイヤーが発言します。はい、一周目出ようか迷ったんですけど、どっちみち多分一周目しか色見れないと思うので出ました。5番さんが私にすごい殴ってきてて、まあ、確かに私、平等側の発言しちゃうことがあるんですけど、で、7番さんが言ってるように、私も3、5、9で見てます。で、今日は9釣りで行きたいなって思ってます。まあ、色を見たいからっていう理由です。ですね。まあ、なんで、騎士さん、私、護衛でお願いします。まあ、9番さんの発言にもよるんですけど、ごめんなさい。今日9番さん釣らせていただきます。はい。以上です。あ、誰か追加してくれた。追加してくれたけど言うことないな。373の明日の占いで、まあもうはっきりすると思うので、私は今日9番さんの色みたいです。キーさん守ってください。9番のプレイヤーが発言します。何言ってんの？俺が騎士だよ。8番いないものとして、今日37ね。
じゃあどうすんの？じゃあ6番が8番打って俺が余ったやつ守るか。うん、噛まれりゃいいじゃん、あなた。騎士は俺なの。あなたが出ないから私は出たの。私の行動が正しいの。騎士だったら唯一確定役職なんだから。気を引かせてあなたの代わりに例の出といたの。うん。あなたが出ないから。出させるんだ役を。それができるのは真の役職だけですよ。何を言ってんの？私は騎士ですよ。それにね、私は騎士だから、釣れそうだと思ったから6番が出てきたの。6番に守る能力はないの。俺が騎士なの。今日は3ならね。8番はもうほっとこう。普通の進行ができてないから。あなた噛まれて色が見えません。私は白なんですね。色は白なんです。死んだんで。6番を釣るなったらわかるけど。3ならを今日釣りますよ。何を言ってんの7番。8、5は釣らないと言ったでしょ。だからその通りでしょ。8番が霊能とかになって。俺は合ってるのよ。うん。3ならね。どっちか。6番が3番を釣りをしてるんだよね。6番どっちで出てんだろう。狼でチャンスだと思って出てんのか、狂人だと思って出てんのかわかんないけど、3ならね、今日釣りましょう。で、じゃあ、6番は守れないけど、8番が、で、かばれたらもう6番釣ってね。うん、じゃあ俺3ならの余った方守りますよ。うん、もう騎士ってちゃんと指示をしてほしい。1周目に、2周目のね、出るんだ初日にすぐに、霊能は。で、こういう場面はですね、クロス指示を出すんですね。そうじゃないと私の心が困ってますよ。まあ、噛まれたかったらどうぞ。6番が8番守ったふりすればいいんじゃないですか。以上。1番のプレイヤーが発言します。9番は3-7であげるならどっち行きたいかっていうのを言うべきだったと思うよ。9番が陣外だった時、ローより強度が高いと思っていて、その理由って、1周目に、まあ俺は冗談で返したんだけど9番にね、9芯で見るなら片白の俺釣ればいいんじゃないですかっていう、冗談で返したんだけど、9番って、発言してない俺とか男の人がどうとか、あんまよくわかんない理論並べて、まあ、大人数のヘイトを買う行為したんだよね、9番っていうのは。で、9番が狂人だった時に、例の CE をして重なった時に、ああ、そうそう、あれなんだよね、2周目に3番が、役を出てきてほしいって言ってて、で、誰も出てこなくて、9番っていうのは、ヘイトを丸返した9番っていうのは、霊能から、霊能出て、真の霊能出した後に、騎士にスライドすることで全役職を透かすことを、村のね、全役職を透かすことを成し遂げたんですよね。人狼目線、96が、新教だった時、9が確実に、狂人っていうのがわかるから、6噛めるっていうのが、まあ、一個の戦略なんかなと思った。9番が白で押しても、俺は狂人で追おうかなと思ってるよ。まあ、なんだろうね。役、潜伏進行っていうのあんまやったことないから。まあ、9番が言ってることは正しいかもしれんけど。うん。それを追っても、まあ、大人数が9番入れるわけだし。3、7どっち行くっていうのも言ってないし。はい。9番でいい。2番、6、人狼が、じゃあ早く終わらせよ。早く終わらせよ。いいよね。ゲームぶっ壊したのはみんななんだから。ちゃんとやれよ、8番、1番。ゲームを楽しくするっていうのがね、このゲームで大切なことだよね。こんなあから占いの方に行かないで俺を釣りますってね、ガチで勝ちに行こうとする人、うん、ゲーム壊します。当然です。はい、私はやりたくないからです。絶対ゲームしてるっていうのが明らかにわかるんだから、今日は9番じゃなくて3-7を行きましょうっていうのが正解なのに、こんなんでガチに勝ちに行こうとする奴らの方が、これで勝って楽しんだからやればいいんじゃない？1名の方が亡くなりました。8番、1番。まあ、俺はどっちでもいいけど、村が決めたんだったら俺は早く終わりたいから選んで。やべえ、発言追加できねえ、うん、これ。1番のやってるプレイもよくはねえんだぜ、ね、うん。だってつまんねえんだぜ、こんなゲーム。うん、ちゃんと楽しくやろうぜ。9が確実にロー、自爆でしょ。6騎士の。俺はもう早く終わっていいから、こんな試合、消化試合だから。マジで消化試合。早く終わりたかったから。3-7心境じゃなかったら、2切って勝ち。ゲームをちゃんとやんないとダメだってことだね。ゲームをちゃんとやんないと。
後半じゃなかったらね、もうとっくりますに自爆したかった。占い、どうしようか。ゲームを楽しくやるんだよ、一番。遊ばせながら、球を遊ばせながらやるっていうのがね、プロの人道作のプレイヤーになるんだよ。3番が1位占いの。こんなんでしょうもね、勝ち方やってんじゃねえよって話だよ。3番。9番釣りますじゃねえよ。あえて3、7を釣りますということをやっていかないと、だわ、つまんねえんだぞ。で、追加してね、だって俺はもうやる気ないから自爆する男だから。マジ終わるめんどくせえから自爆しようと思った。うん。長引くのもめんどくせえし。2番の話のはもったいないし、1分もったいないし。うん。だってやりたくない人がいるのよ、世の中には。うん、だからな、遊ばせながらやるっていう高度なテクニック使いな。うん。ないんやろね。もう8かみ、まあ、6かもなかったんだって感じなんですけど。で、この6級に関しては新居かなと思っていて、で、占いに関しては進路かなと思ってたんだよね。で、3番と4番がなんか、てか3番の占いっておかしくねと思っているんだけど、あなたって4番さんのこと味くみる視点あったんだから4番占うべきなんじゃねえかなとは思っていたし、まあ9番さんが狼ってことで、まあ3、4ローローのそれは否定されたってことで、なんだろうね、普通に今日まあまあ別に、生数的には余裕あるから今日3番行ってしまってもいいんでねんすかね。結構俺盤面的に7番さんって、あっこの場面って強靭で出てくる必要性ないのかなとは思っているし、まあ出てきたとしたらあれも結構理的だなっていうところで、まあ一番さんにとっての5番さんも隠しろねってところで、仮に3番真、7番強靭で一番囲えてた時っていうのは、まあ3番とかに紙入りそうだと思ったんだけど。3番のプレイヤーが発言します。はい、さんです。よろしくお願いします。まあ、2番さんに4番さん占いが静寂じゃないのかって言われたんだけど、4番さんは正直占いたくなかったかな。まあ、9で黒釣れてるから、ほんで僕は7強人を知ってることから、今日まあ僕が占って、囲いはないっていう、見ていたから、だから僕はまあ4を釣ろうかなって思ってたかな。今日4釣りたいと思ってた。だから4占いは避けました。で、まあ、ただ、今思ったことなんだけど、9番さんがもう無理だと思って自爆して2番さんの発言を飛ばしてるんだよな。2番さんとの9とのラインを見せたくなかったのかなっていうのは、これは2番さんの発言じゃなくて、9の自爆するタイミングだけでの考察です。ただ、1番さんがなんか今日めちゃくちゃ僕を占ってよって、一番さんは村から、ね、まあ、超早い相対的に出力を置かれている位置で、僕を占っては黒は打てないと思うけど、っていうところが一番さん、今日ちょっと臭かったから、今回自爆して負けてもいいんだけど、で一番肝心なことってね、陣外は分かったでしょ。いやー、まあ、9、1見えないな、一番さんは白だと思う。逆に言えば逆は村なんだよ。今日は2、4、まあ4番さんの発言は村なんだから、その時に黙って村で置いてくんないってみんなに思うんだけど。5番さん占いは、5番さんは昨日僕に、最後にちょっと触れて、ああ、7白打ってるのか。普通の家は村なんだから、5番は占わずとも一人隠しろ状態でした。2は普通に発言聞いてなかったから、まあ占わないでいいかなと思ったから。村はね、以上。俺をね、陣外を聞くんだよ。普通の時の。それが困る。別に陣外の時、陣外だから。はい。でいいんだけど。まあ3番さんはね、陣外なんで、みんな言うこと聞いちゃダメですよ。まあ当初疑っていた359。まあ5番が隠せるということで、まあそこは間違ったんだけれども、まあ9は合ってたよね。5を隠せろ。でもね、発言的にはここが、強靭というのは、まあ、私はワンちゃん見ているので。こんな、勝ち負けじゃないんだよ。陣外の時は負けていいんだけど。別に3の追求で。村の時って、あでもね、宗教的には追求したくないんだよ、ね。そう、私はなるべく、ね、たくさんの人間に生き残ってほしいという宗教に基づいてやってるので、わざわざ田野さんを、って、7はね、残してあげたいと思って。うん。まあ、俺は。で、なんか、3はなんか2を捉えてたけど、なんか逆になんかね、私の目線としてはやっぱ、
2を叩いておくことで、逆になんか白く見てもらおうとしてるのかなって思っちゃったから、で、わかりやすいのにね。3、2。俺をね、釣るしは俺のブランドに普通に話してるのに、俺釣るっていう人いる、うん。どうしてもみんながね、同じメンバーとして占い釣り切りたいっていうのは、それは飲みますけど。え、今回だけ俺やってると思ってんの、こんなこと。こんなあからさまな、もう一番幼稚園児レベルくらい、今日は誰だって言って、俺だって言って。皆さんが見に行って安全取って7行きたいって言ったら7行って。まあ、私は多分相当2位。全くないんだけど。それで勝てると思ってます。もう狼1人落ちるし、ね。満載なんだけど。まあ、この状況で自爆しないっていうのも、まあなかなか、やる気ある土産と狼になって私は思いますね。3な釣り、3人行きましょう。もしくは釣り切りです。いいんだけど。5番のプレイヤーが発言します。はい、隠し色なんで好き放題やらせてもらいますが、すごく思考力していて、もう2番さんは絶対無駄だろうなって思ってます。で、2番さんが前回で負けるならもうそれでもいいかなって思ってるんで、2番さんに投票しません。とりあえず6番さんにさっきのいいんじゃない、1日目に叩かれたことを返しておくんですけど、人類の俺って分かったでしょ、思考開示したじゃないですか。私はグレイツから釣りたいって言いましたし、8番さんの意見だけ聞いてて、そしたら勝つから、集まらないようになっちゃいますとか。それ占わずとも隠しろプレイヤーがいたら、そんな村協力に決まってんだろ。わかりますって言ってる状態でさ、どうやって見極める男がそこにいる。占いでパンダになったらどう判定するんですかってところで、いたら困るんですよ。ある意味ゲームのチートキャラみたいなもん、キャラクターがいるようなもんだから。一貫して8番さんを上げただけです。みんなが見極められれば白になるし、黒いとも何とも言ってないし、黒い人って最終的に、飛び抜ける能力が高い人間がいるっていう。ダメになると思うから、最初に釣るべきは本当に色を落ちない人物、それが8番さんだったってだけですね。で、占いでいくとそうだな、そして2番さんが言ってた通り、7番さんが強靭だとしたら、わざわざ対抗で出てくるメリットってないと思ってることから、こっちの方が大事なんだけど、人外としては3番、3球でストレートで終わるのかなって思ってたんですけど、3番さんの話を聞いたらなんか、どっちかっていうと村で貸したいから、こんな劣勢でそんなに頑張って喋るって思ったら違うのかなって思っちゃったり、わかんないけど、3人入れたら終わるとは思ってるんですけどね。確かに1番さんのなんか3番さん生かしときたいなみたいなのはめちゃめちゃ気になりましたね。ところですかね。6番のプレイヤーが発言します。まあ結果論、5番が白だったことは謝るけど、5番さんの意見に関して反論はさせて、8番白黒になったらどうするんですかっていう、じゃあ9番みたいな片白釣りましょう、1番の発言聞いてないんで1番とか7番釣っときゃいいんじゃないでしょうかって言ってるやつに、俺らはどうやって白黒つければいいんだよ9番に関してって思うけどね。それは8番、5番が8番に対しての論に対して9番にも通ずるだろうって思うから、5番さんって3番さん釣りたくないの、もしかして。俺9番めちゃめちゃ強靭に見えたけど、強靭ムーブしてた狼か。釣りたくないの、だから1番に今ヘイト向けてんのと思っちゃうぐらいだから、まあぶっちゃけ3釣ったら終わんじゃないかなとちょっと思っちゃうけどね。はい。3番釣ったら終わるって思ってんのに、なんか劣勢なのに頑張ってて、みたいな。それは精査の内容とはちょっと違うと思いますね。4番って9番のことを2周目で怪しんだ視点があって、まあ投票入れるような勢いだったから、4番ってちょっと省いてもいいんじゃないかなってちょっと思ってるけどね。だった場合って2番じゃないって思うけどね。はい。4番、2番で比べた時の発言から、2番は申し訳ない。聞けなかった、最後がね。自爆されちゃったから。だけど、まあ4番って9番のこと怪しんでた視点あって落としに行こうとしてるわけだから、まあちょっと若干9番狼、4番狼ってあんま見えないと思ってるし、あ、ぶっちゃけ3番って1番に対して、なんだろう、囲われてないと思うんだよなって発言してる時点で3番って強靭はほぼないかなと思っちゃうからね。あってろ。まあ、シーンなんかわかんないけど、なんだかな、なんか強人っぽい人が多いから、3番が狼に見えちゃうっていうのが事実ですね。はい。黒落ちたから一旦グレー行ってみる？じゃあ、行ってみます？はい。まあ、皆さんが怪しいと思ったところに入れてください。投票になっちゃった場合は、まあ、僕の投票位置に合わせてくださいとだけ言っておきます。以上。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、俺は3番行くけど、まあ、みんなは別に3番行ってもいいし。グレー行ってもいいし、どっちでもいいよ。任せるわ。で、5番さんは結局ね、なんだろう、100秒あった時間の65秒を、なんだろう、8番さんを叩きは全く不当じゃないって。もうそんな弁明いいよ。グレー精査とかしようよ。占い審議とか。そんな時間に65秒も使ったら、さすがにあなたちょっと強靭に見えちゃうよ。わかります言ってること。その精査は全くいらないと思ってる。もうさっさと切り替えてほしい、村なら。
3番さんの芯が追えない人は3番さん釣り、3番さんが芯がまだ追えるっていう人は2、4どっちかから釣ればいいと思ってる。で、6番さん噛まれて、で、まあ俺と3番さんが2、1どっちか占うんでしょ。まあ俺には残った方しか占わないけど、3番さんはまあどっちでもいいんじゃない。はい、以上。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。どうすんなよ。教授っぽい人多すぎるよ。いや、5番さんは隠しろだけど、ちょっと言わせてほしいんだけど、5番さん4を怪しむ視点どこ行っちゃったの？だって4番さんをずっとその調子だったら釣れるって言ってるけど、4番さんずっとその調子だよ。僕の進行論で生かしておきたいから、ずっとその調子なのに5番さんは、どうせなら今日の占いは絶対ないでしょ。今日グレーつって占い師が両方になったら盤面でどこが黒かって占い視点両方がわかるんだから。初日黒釣れてるし。これ9-1だったらどうするの？ 9-1 だった時って9番さんが初週雑に1に触れて1がそこの殴り返しを、まああんまりしないっていう言動は7に囲われた9-1だったらできるんだよ。いや、まだ一番先が来るかどうかわからないけどね。わからないけど、9-1も全然できるんだよ。いや、今日僕釣ってどうするの？いやー、もうしんどいよ、これ。強人っぽい人多すぎるし、4番さんは思考ロックちょっと解いてほしいな。ちょっと発言聞いてよ、僕の。もうなんか初週の僕がパッと出ちゃったからって言ってるし、僕は2週目さえに役をそんなに出さそうとしてなかったからね。絶対出てなんか言ってないでしょ。5秒待ちますだけだよ。なんか4番さんの僕殴りっていうのがずっと不当だよ。いや、もう、どうすんのしか言えないけど、どうすんのよ、これ。勝てないよ。いや、明日は7釣ってくれじゃ。7釣ってくれ。7強人だけど釣ってくれ。で、頑張って1-2-4で精査してくれ、5-6で。夜が更けました。人狼に気をつけてくれてください。昨夜は1名の方が亡くなりました。6、7番のプレイヤーが発言します。はい、4番さん黒ね。俺一応昨日だからあげたんだけどね。だから3番さんのために一応ね。で、村のミニで3番さん行ったからこれはもうしょうがないよ。新規目打ちだから。俺は一応あげたよ。だって2-4どっちかっつって3番さんと俺でどっちか占うっていう進行論も一応あげたよ。で、芯を追えない人は別に3番さん行けばいいって言っただけだから。はい、4番さん黒終わり、以上。1番のプレイヤーが発言します。まあ、3番が偽でもちょっとかわいそうだなって思うけど、俺は。3番の言ってることも、まあ、なんだろう。1日目、2日目何言ってたかは全部忘れたけど、3日目は合ってたよ。9-1の可能性があるんですよね。3番目線7白だから、7強人9-1っていうのがあるから、俺も、3番は生かして、1占いさせてあげて、させたいなって言ったから2-4でいいんじゃないって3日目言ったんだよね。じゃあ、昨日3番行ったってことは、村目線、俺はもう隠しろっていうことでいいんですよね。だって、3、7精査で、3、7番が、3の芯を追えないのは3でいいんじゃないんですかって言ってみんな3入れたんでしょ。誰だっけな。俺ともう一人入れてないんだよね。誰だっけ。え、これ3日目だよね。あ、4日目だよね。俺3日目の投票コードないんやけど俺。
え、やば、やば、ないわ。俺以外に誰かがさ、多分グレー入れてたんよ。誰か忘れたけど。その人と俺以外は3二席目打ち進行で行くわけだから、その人と、その人以外は、昨日、え？え、ちょっと待って待ってね。ごめん、ごめんなさい。はい、わかんないです。2番のプレイヤーが発言します。4番のプレイヤーが発言します。はい、3番さんすいませんでした。7番さんが実質的にはシンクロだしということで、7番の偽が今明らかになりました。まあ、いくら思考録するって言ってもね、こういう風になったらちゃんと変えていくんでね。はい。で、でも、3番シンだったってことは、7は強心なんですよね。だから、ここで7を釣っちゃったら負けなんですよ。だから、ここで1、2、5、どれかから、狼当てるしかない。あ、違うわ。5はいいんだ。5は白だ。3からもらってるから。だから1にどっちかなんだよな。あとすみません。2番は寝ている。寝ている。なんか1番はなんかちょっと最後余裕を感じたんだよな。ちょっとなんか何日目かなんてなんかよくわかんないけど、いろいろ言ってたし。初日は来い。初日で囲えてたってことか。今日が適当に何か言って、偶然それが狼だった。2番、なんかこれから狼の時に寝るかなってか、ね、こういう考察したくないんだよな。こういう考察は絶対しちゃいけないと思ってるから、素直に初日の囲えてたっていう線を置いて、7強の1級ロールで、提出かな。3番さん申し訳なかった。ちょっと宗教において、もう3番をずっと偽でロックしてたけど、もう今この瞬間まで分かりませんでした。はい、3番さんには後ですごく謝ります。今日は7番に行っても負けです。今日は1でお願いします。私は1だと思います。1か2なら1。5番のプレイヤーが発言します。2番さんおはようございます。起きました。朝ですよ。で、1番さんに言っとくと今日多分3日目ですね。で、2人なんか投票してなかったと言ってますけど、多分本人自分には入れないんで、本人と1番さんだけですねって思ってましたよ。で、7番さんごめんね、自分の自己弁明って言ったけど、隠し色になったから自己弁明させてほしかった。で、3番さんに言われたのめちゃくちゃごめんなんだけど、4番ちゃんの思考のロックがちょっと厳しすぎて、私にはしんどすぎたので、ちょっとミュートにしてて、聞こえてなくて全然可能性を考えてなかったです。でこれ多分3、7死んでいいんじゃない、4番ちゃんつったら終わるんじゃないって思ってるんですけど、安直ですかね。2番さんは相変わらず私の中では隠し色だし、1番さんのあれもあーで、あ、違う初日に言われたその8なんだっけ、8がダメなら9はもっとダメみたいな言ったけど、9番その突飛な動きって全然、人狼からしたら困る動きだと思うから、結果自爆しちゃったし、っていうところで別に泳がせてても、最終的に出るならボロは出るから、そのまま泳がしててもいい。色が落ちない人が一番困るからってところで8番さんかな。でね、何言うとしたっけ？ 7 番さんの一番最初の、3番さんがさ、白出してきた時に被ってさ、逃がしませんよ、すらさせませんみたいなのがめちゃくちゃ好きだった。4番さん釣って終わらなかったら負けましょう、皆さん。で、どうですか？ダメですか？
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、終了。村人陣営の勝利です。いや、さすがに2番さん